皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は11月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計31冊紹介していきたいと思います。11月1日ニコラが発売されます。付録は31アイスクリームロゴトートバッグレピピアルマリオ15周年記念スペシャルブックがついてきます。11月1日エクラが発売されます。別冊付録として伊藤美咲セレクトジュエリー&ウォッチブックがついてきます。11月1日子供絵が発売されます。付録は野良猫軍団マルシェバッグ別冊24ページ絵本おにぎりパク閉じ込み付録として野良猫軍団カレンダー2025がついてきます。11月1日エッセが発売されます。別冊36ページ長谷川あかりさん&高健鉄さんの大根白菜おかずブックピサとガスパールダイアリー手帳がついてきます。11月1日萌えが発売されます。付録は曹操のフリーレンクリアファイル絵本付録として魚の兄弟ドレミファソがついてきます。11月1日スタイリスト佐藤かなさんの理想を叶えた一番使えるトゥルイウェイトートバッグブックが発売されます。リンネルや大人のおしゃれ手帳でも活躍中の人気スタイリスト佐藤かなさんの理想を形にしたバッグです。ポイントは大きなフロントポケットやサイドのメッシュポケットなど外に3つ、内に2つのポケットを装備、小物や水筒もきちんと収まるデザイン、たっぷりの収納力があります。開口部は巾着仕様、紐を絞り口元をフラップでかぶせるとスマートな装いになります。使いやすいだけではなくルックスも変えられるのでコーデの幅が広がりますね。使い勝手の良いショルダーストラップはクッション材入りなので肩にかかる負担を軽減、長さも調節できるのでアウターの上からも背負えるのが嬉しいポイント。さっと背負えるバックパックとしてしっかりした2本の持ち手は肩にかけられる長さでトートバッグとしても使えます。また手前のハンドルをバッグの中に落として巾着紐を絞ればこなれたワンショルダーとして使えます。11月5日スヌーピーハウスのマルチに使える収納ポーチブックオラフ&アンディハピネスタイムが発売されます。赤い屋根のスヌーピードッグハウスがポーチになりました。スヌさんとウッドストックさん、そしてスヌさんの兄弟のオラフとアンディが仲良く過ごすシーンがプリントされた、見ているだけで幸せな気持ちになるデザインです。お部屋にちょこんと置いておくだけでインテリアとしても映えるアイテムです。開口部はダブルジップ、ルマントポケット3つにメッシュポケットを装備、どこから見ても可愛いデザインとなっております。コスメポーチ、ランチバッグ、小物入れとしてぜひ使ってみてください。11月5日機動戦士ガンダム水星の魔女ガンプラパーツデザインポーチブックとシードフリーダムガンプラパーツデザインポーチブックが発売されます。こちらはガバッと開いて使いやすい便利な蛇腹ポーチとなっております。外側の上品にきらめくエンブレムは水星の魔女デザインはフロント部分にホルダーマークを発行し、シードフリーダムデザインはフロントとバックにそれぞれコンパスとターミナルのエンブレムを発行ししております。裏地は本紙限定のガンプラ組み立てパーツモチーフの総柄デザインです。3つのポケットと3つのペンホルダーがついた機能性も抜群な一品、ガジェットケースとしてガンプラ製作用の道具ポーチにもぴったりです。11月5日機動戦士ガンダム水星の魔女カップコーヒータンブラーブックスレッド&ミオリネアスランザラキラヤマトが発売されます。もうおなじみカップコーヒーをそのまま入れられ、温かいドリンクも冷たいドリンクも飲み頃温度を長時間キープ、便利すぎるタンブラーに機動戦士ガンダムシードフリーダム機動戦士ガンダム水星の魔女の名場面を大胆にプリントしております。ガンプラ作り、映画鑑賞、お仕事のお供にぜひ使ってみてください。11月7日インレッドが発売されます。付録は LL ビーンボート&トート80周年記念ハンドル付きポーチです。ボート&トートが80周年を迎えたことを記念して細部までこだわったスペシャルなポーチが完成です。正面の大きな縦に入ったロゴ刺繍が存在感あります。ネイビーがおしゃれなジップトップ、ディテールにもこだわっております。マチ9センチで容量たっぷり、持ち運びやすいハンドル付きも嬉しいですね。コスメポーチとしてティータイムセット入れに、ガジェット収納に活躍間違いなしです。11月7日大人のおしゃれ手帳が発売されます。特別付録はミッキーマウスと初コラボ、防災にも役立つ便利セットです。
こちらは USB 充電ケーブル、カード型 LED ライト、ホイッスルの3点をおしゃれな缶にセットにしました。ブリキ缶ケースはミッキーさんがプリントされております。底面まで総柄なのが嬉しいですね。こんな感じで収納できちゃいます。カードライトはミッキーさんの顔が LED ライトに、90度に立てると明かりがつきます。ホイッスルはミッキーさんの顔をかたどり、ミニーさんをプリントした愛らしいホイッスル。 USB 充電ケーブルは長さが120センチあるので使い勝手もよく、自宅、オフィス、車中など様々なシーンで活躍します。3種のコネクタを搭載しているので、スマホをはじめタブレット、イヤホンなど幅広い互換性で USB 機器に対応します。またゴールドカラーのケーブルにミッキーさんのマークをデザインしたおしゃれな仕様となっております。その他缶ケースの使い方は自由自在、おすすめです。11月7日ディズニーファンタジアお部屋ライトブックが発売されます。ディズニー映画の傑作ファンタジアよりミッキーデザインのアイテムが登場です。魔法使いの弟子に扮したミッキーマウスがお部屋ライトになりました。ちょこんと座るミッキーさんが可愛いですね。電池式なので持ち運びが簡単で、家中どこでもミッキーさんと一緒に過ごせます。360度どこから見てもチャーミング、お部屋のオブジェとしてもいいですね。 LED 光源なので熱くならないのも便利。電球色と中光色の2色切り替えが可能です。1時間オフタイマー付きで機能性も抜群です。11月7日カフデータコレクションブック開花祭カードバージョンが発売されます。本誌限定特別アイテムとしてダウンロードカードを封入。ここでしか聞くことができない再レコーディングされたアコースティックバージョンの3曲を収録しております。これまで応援してきたファンにとっては記念の一冊に、これからカフを知る人にもマストなエントリーブックとなっております。11月9日モノマックスが発売されます。特別付録はエーグル日常から旅行まで使えるビッグボストンバッグです。たっぷり荷物が入るボストンバッグ、普段使いはもちろん旅行やジム、ゴルフなどのレジャーシーンで大活躍間違いなしのアイテムです。2泊程度の荷物が入る大容量で、便利なポケットも備えた実力派なんです。休日は肩掛け、出張では手提げ、シーンによって持ち方を変えられます。厚手のウェアを入れても余裕の大容量、サイドには荷物によって調節できるドローコード付きのポケットを装備、キャリーバー通し機能を備えた背面ポケットも付いております。スマホやパスポートの収納に最適となっております。11月9日ビーパルが発売されます。付録はチャムス×ビーパルアイアン製チャムス焚き火台ブラックエディションです。鉄製の焚き火台の両脇にはブービーバードのシルエットと小枝や薪をくべるのに便利な開口部があります。スキレットを乗せたり串焼き調理も OK です。炎をめでて癒されるスペシャルなギア、おすすめです。11月9日サライが発売されます。特別付録はサライオリジナルモネカレンダー2025が付いてきます。11月9日ルマンド 50th Anniversary マルチコスメパレットブックが発売されます。ついに出ました。発売50周年を迎えた世界的大人気ルマンドが初めてブランドムックに登場でございます。スペシャルアイテムはヘア&メイクアップアーティスト林ゆかりさん監修のマルチコスメパレットです。クリアなケースにはルマンドの個包装のデザインをプリント、ポーチやポケットに入れて持ち運びやすいサイズ感に仕上がっております。ルマンドから着想を得たこだわりの6色はこちら、ルマンド、クラフトルマンド、クリスプシュガーバター、ルマンドホワイト、贅沢ルマンド、ルマンドキャラメル、贅沢ルマンド、エチオピアモカの6色です。アイシャドウとしてはもちろん、アイブロウ、ハイライト、チークとしても使える万能コスメパレットです。50周年を記念した特別なアイテム、お見逃しなく。11月11日アジョリー軽くて大きいキルティングバックブックと、整理上手なビッグマニティポーチブック、中身が一目でわかる縦型ポーチブックが発売されます。大人の女性に大人気のブランドアジョリーの生誕10周年を記念して、豪華キルティングアイテムが3種類登場です。いずれも今回限りの数量限定アイテムとなっております。バッグのポイントは軽量なので長時間移動でも疲れない重量約 250g です。1泊2日の旅行にももってこいの大きさ、容量約12リットル、パールサングラスちゃんがキュートなフロントポケット、500ml のペットボトルが入るドリンクホルダー、
リップやイヤホンがすぐ取り出せるサイドポケットと、パソコンを安心して持ち運べるふかふかポケットを装備。汚れを簡単にさっと拭けるレザー調の底、背面には便利なループ付きでキャリーオンが可能です。バッグの内側にしまえる D 缶には鍵をつけても OK。 荷物を整理できるサイズ違いの3つの内ポケットがあり、同時発売の縦型ポーチがフィットするポケットもあります。明るいピンクの裏地なので荷物が探しやすいですね。コートの上からでも持てる長めの持ち手もポイントです。そしてバニティポーチのポイントは、開け閉めしやすいダブルジップは引き手のパールがキュート、大ぶりのパールがさりげないアクセントになっております。手持ちのストラップを D 缶につければポシェットにもなりますよ。繊細な刺繍を施したパールサングラスちゃん、単色アイシャドウが入るサイズのメッシュポケット3つと、太めのリップや背の低いコスメが入るマチ付きポケットも3つあります。ハンドル付きで持ち運びも楽々、汚れを簡単にさっと拭けるレザー調の底、ペンシルやブラシなどを立てて入れられるポケット付きの仕切りや、ヘアクリップやコームを挟めるバンドが3つ付いております。マチが広めで大きめのコスメもすっぽり入りますね。ポーチを手前に折れば鏡やスマホが立てられます。明るいピンクの裏地なので荷物が探しやすい仕様となっております。さらに縦型ポーチのポイントは、持ち運びしやすい手のひらサイズ、繊細な刺繍を施したパールサングラスちゃん、上品な大ぶりパールの引き手がキュートですね。ガバッと開いて中身を取り出しやすい構造で、中身が見えるメッシュポケット、サイズ違いの3つのオープンポケット、リップを立てて固定できるゴムバンド、細かいものの収納に便利なジップポケットも付いております。さまざまなシーンで活躍間違いなしです。そして宝島チャンネルで購入すると、超ミニサイズのボストンバッグ1個をプレゼント。お見逃しなく。11月12日スイートが発売されます。特別付録はジルバイジルスチュアートキューブファーバッグ&ハート型ポーチチャームです。大人気ジルバイジルスチュアートが約半年ぶりに登場いたします。前回大好評だったハート型チャーム付きバッグのセットが、フワモコファーのキュートな冬仕様になってカムバックです。ポイントは、キューブ型ファーバッグはこだわりのニュアンスピンクが最高に可愛いリッチなふわふわのファーバッグなんです。ブランドロゴ刺繍がアクセントになっていますね。中は見た目以上の収納力、裏地もめちゃ可愛い柄ですよ。トレンドのポーチチャームはハート型にブランドネームを刻印した上品なデザイン、取り外し可能なので手持ちのアイテムにつけても使えます。コインケースにちょっとしたコスメを入れるのにぜひ使ってみてください。そしてスイートは増刊号も発売されます。ブロックはマルディメクルディフラワードツ柄トートバッグです。しっかりとしたキャンバス調の使いやすいトートバッグに、マルディメクルディのアイコニックなフラワーをプリント、さえこさんもお気に入りで、肩書きもでき、 B4 サイズでノートパソコンもすっぽり入るバッグとなっております。そしてスイートは特別号も発売されます。ブロックはファミュドリームグローマスクシートマスク1枚、ルミエールバイタル C 導入美容液 1ml がついてきます。11月12日リーボック4way ヘルメットバックブック書店版とファミリーマート限定スペシャルパッケージが発売されます。ショルダーバッグ、トートバッグ、バックパック、キャリーオンの 4way で使えるヘルメットバッグです。ポイントは、軽量で長時間持っていても疲れにくい重さ約 235g、 大判の雑誌も入るたっぷりサイズ、容量約14リットル、耐荷重約 10kg となっております。ショルダーストラップは肩の負担を和らげるクッション入り、カラビナなどを引っ掛けられるデイジーチェーンを装備、500ml のペットボトルが入るフロントポケット2つ、長財布などの小物をしまえる内ポケットも2つ、15インチのパソコンが入るワイドな内ポケットも付いております。超ハイスペックなバッグ、おすすめです。11月13日リンネル特別編集牛乳石鹸買うブランド赤箱限定缶ブックが発売されます。豪華な5点セット内容は、丸缶ケースの蓋は回して開閉するスクリュータイプ、マグネット付きで冷蔵庫などいろいろなところにくっつけられて便利です。四角缶ケースは開け閉めしやすい長板付きの縦長の缶ケース、お菓子や薬など小物を入れてポーチとしても使えます。そして赤箱 90g が1箱付いております。専用泡立てネットは網目の細かい二重構造で抗菌仕様となっております。
赤箱のいろはカルタステッカーは赤箱の特徴がわかる全47種類、何が入っているのかはお楽しみとなっております。11月15日クレイサスツイートショルダーバックブックが発売されます。ご覧ください。普段のスタイルと合わせるだけで圧倒的な高級感が出る洗練されたデザインがポイント。ファッションが華やぐアイボリーカラーが美しく立体的に表現されたカメリアマークが特徴です。マグネット蓋で開閉しやすいのも嬉しいですね。ストラップは長さ調節可能、スマホや長財布が入るお出かけに便利なサイズ感、内側にはカードサイズの2つのポケット付きとなっております。11月15日 A スタンダードたっぷり入ってふんわり軽いセブンポケットキルティングショルダーバックブックが発売されます。こちらは大容量約12リットル、軽量約 220g のバッグ。ポイントはふんわり軽いキルティング生地、ブランドの折りネーム付きです。肩が痛くなりにくい太めのショルダーストラップとなっております。メイン収納はジップ付きで安心して使えますね。13インチパソコンや雑誌もすっぽりの大容量、スマホがすぐに取り出せるフロントポケットを装備、 A5 サイズが入る内ポケット、小物の収納にもおすすめです。またペットボトルや折りたたみ傘が倒れてこないポケットも嬉しいポイントとなっております。いかがだったでしょうか。ここまで11月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計31冊紹介してきました。来月もバッグ、ポーチなど盛りだくさんの内容となっております。どれも付録でしか手に入らないアイテムとなっておりますので、気になる付録は売り切れる前に早めにチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。また今回紹介できなかった追加情報変更内容は月末のまとめ動画で補足していきますので、そちらもチェックしてくださいね。そして X、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。